はい、皆さんこんにちは、なっちです。ちょっとね、今飯食ってきて、なんかね、変なとこにね、なんか辛いものが詰まってね喉が痛いんですけど、モンスターハンター 4G やっていこうと思ったりします。はい、おお、早い。ブヤン君ですね。今回も、マルチプレイでやっていきたいと思います。今回のクエストはこちら、乱れ咲く爆撃の連爆の花というわけで、ブラキディオスさんですね。ちょっとアイコンが違うんですが、ブラキ、臨海ブラキって言われてる、ブラキの亜種みたいなのを揃った。早い。今回は、ブヤンさんと金吉さんと赤ティさんかなでやっていきます。皆さんね、なかなか強いですね。ネギオス X 一撃って結構強いですよね。地雷かと思ったんですけど、あの見た目してながら砥石が遅いっていう。回避さんに対峙する。この辺がいいな。で、これ、悪くないですね、意外と。で、赤帝さんが、最近研究家。僕も最近研究家ついてるんでね。で、ブヤンが、みんなこれ、お守り、これキャップか。なかなかいい装備を使っておる。で、僕がこれですね。まあ、これ手応用なんですけど、ほとんど。まあ、最近研究家ついてますし、あれです。なんでみんな止まってんだよ。最近研究家ついてますんで、ブラキとかミラバルでも使えます。特殊攻撃プラス 2? なんか発音がおかしいけど。状態攻撃と特殊攻撃術は、あれなんですかね、重複するんですかね、よくわかんないんですけど。そしてアイテムがゼロ。グレートが1個ない。粉塵に大粉塵、クーラードリンク、こんなもんかな。ですね。爆破に毒に竜爆破麻痺です。なんでみんな止まるんや。ブヤンだけで止まってんのか。ここでアイテムをいじってんのか。ここでアイテムをいじれるのか。いじれないよね。何やってんだ見るか。まあいいや、終わってからでいいや。赤帝さんがね、止まってんですよどうしてしまったんでしょうか。じゃあ解説しときますか。ゴールデンクエストのんと古文書の、何個目だこれ。 1,2,3,4,5,6,7 個目ですね。ブラキさんが出るんですが、まあ、見た目が違うですが、まあ、ブラキリオスという判定なので、まあ、月光ラージャンとか気概ビル的なものだと思ってもらえればいいです。はい、まあ全然見た目は違うんですけど、はい、腹がギュルギュルいっております。はい、あれですねなんかちょっとね、蛍光色が強いというか、緑というか、黄緑か、黄色い蛍光ペンって感じですね。はい、まあまあ普通なんです。キティ系です。遅いけど火力が高い的な。なんですがよく見てると分かるんですけど、まだまだですね。まだ弱い。よし、なんか3色アスタリア様かと思った。どうで、爆破もね、なんか、恐竜の時並みに早いんですよ。なろうかな。これ見てください。これ、キムチ。もうキムチ。すんごいキムチ。いいな、俺も覚えておいてほしいな。早いのに名人。で、このキムチですよ。このキムチがね、攻撃すると爆発するんですよ、ね。パーンと。ね、赤くなってドーンですから。
あ、で、ドーン。みんな吹っ飛んでますね。ご苦労様です。よし、麻痺。さすがにね、麻痺とかなんかひるんだりするとこのキムチ治ったりするんですけど。腕が欲しいな。頭も欲しいな。みんな壊そうぜ。どうせ撮影するならね、素材欲しいですよ。で、これ近寄れないですね、間違いなく。基本、8割ぐらい持ってかれますんで、攻撃。なんでも。これなんて特に危険ですね。そして下がる。デュランチンか。ダッシュだけ G 級ブラキと一緒で速いです。だな、これ。なんだって?踊り玉を使いますじゃなくて。ちょっと今絶対油断したでしょ、あいつ。絶対さ、当たらんとか思って調子乗ってたでしょ、あれ。あっか、あっか、あっか、あっかー。これ、納刀して走った方が早いですね。なんということだ。なんということだ。はい、グラウンドリベンジですね。はい、というわけで、ブラシさんリベンジしますよ。行きましょう。次こそは。さっきね、全部 V 破壊しちゃったからね、逆に悔しいですね。逆にっていうか、さらに悔しい。頭とね、腕欲しいんでね。なんでくるくる回ってんだよ、あいつ。よし。まあまあ、だいたい感覚は思い出した。で、さっき僕も、分かれないんだよね。廃品2か3必要ですよ、ね。僕もさっきキムチでやらかしましたんで、まあ、今回はそういうことはないよね。頑張っていこうかなと。そして、さっき言わなかった飛行機通過。乗りますよ。乗り名人行きますよ。よし、まだ黄色い。これは結構大型免許必要そうですね。ショベルカーぐらいの免許必要そうですね。このブラキさんは。ドン。尻尾はなんかキム、うーわ、腕キムチ。いいですよ。そうか、ブヤンにキムチ解除してもらえば。ブヤンのなんか装備が変わってますね。妨害になってます。よし、じゃあ麻痺出していこうかな。キムチ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 、これ虫で刺激してもなんか場がしないんですよ。ブヤンが場がさせてくれることを願う。ありがとう。いいね。防寒いいよ。使ってる本人すごい怖いと思うけど、防寒ありがたい。ジュバンチンか。これ調子乗って近づくと当たりますから。なんだあのスピードは。おぉ、ジャンプ初めて見たな。だからさ、だからさ、だからさ、なんでその時間差爆発が起きるわけ。乗りましたよね、確実に。麻痺らせるか、先。麻痺は早いよな、絶対。乗り終わった後に麻痺するのも嫌なんだよな。先麻痺取っときましょう。どこにジャンプしてるんですか?はい、逃げましょう。まずいぞ、赤手さん。しょうけれんわな。待て待て待て。オレンジいただけると幸いです。ありがとうございます。赤いただけると嬉しいですね。ありか。よし。で、麻痺らしたい。ちょっと落ち着けよ。よし、来た。腕だ、腕。ヒヒヒ、キムチー、キムチだったー。回復しましょうか。狙うねよ、こっち。頼むよ。あらあら、ありがとうございます。なんだ?怒ってるとこけないんですね、確かこいつ。重粒子はまあね、足が発達してるっていう設定なんで仕方ないんですけど。倒れないのは。いいですね。
まあ、イビルさんもね倒れにくいですし、ドボルさんもね倒れますよね確か。結構モンハンのそういう知識知ってると面白いですよ。ちょっとあそこ狙わないように。なんでいいし、じゃん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 、ナイスです。ひるまないよな、ひるまないよな。あ、なんであんなとこに印玉ついとんの。お、印玉でいけるけ、これ印玉で逆に、おら違う違う、おらいける、いける、痛いよこれ。印玉でいけるんだ逆に、虫でいけないくせに。これは面白い、これは面白いってからね、ありがたい。よし、ナイス。印玉ダメージあるんですかね、何の基準でしょうね。虫がそういう攻撃の対象に入ってないだけ。なんだ嘘でしょ、嘘でしょ。これはもうね、ジャンプ回避だわ。対空時間を伸ばせ。よし。頭ドーン。まだそれか。あれ、脆いからね。結構防寒だといいですよね、今みたいに。なん、近づいてそれかよ。飛びたいな。このね、グレイブね。スロさんとかいいんですけど、切れ味があまりよろしくないですね。まあ、強化してない僕が悪いんですけど、ナイス回避だべやん。それはもう一回くらいだったな。いい当たったんかい、それ。すまん、すまん、すまん。お前の後ろに行ってすまん。痛いでござる。この体力でだとね、もうね、即死ありえるんでね、ちょっと、満タンは保っておきたい。範囲広っ。しぽどーん。なんかゆったりした狩りになっちゃいますね。相手のスピードが、スピードだから。ゆったりはしてないんですけど、空気的には全然。なんかね、頭に印玉どうぞ。うおマジかい。よし、これ避けて。乗れない、乗りたいな、もう一回。そろそろすれ違い通信。よし、ナイスオレンジ。乗れない、ゆっくりすぎ、ゆっくりすぎで、それだもんな、お前。ゆっくり近づいてそれだもんな、いつも。腕が、腕が、あっぶねー。よし、乗る。いい、いい、いい。うおー、なんだって、なんで飛躍の、なんで飛躍なんだ俺ちょっと、やだよやだよ、2回失敗はやだよ。そんなバカ、難易度バカ高いクエストではないと思うんですけど、これ。これね、この、ここにいるブヤンと最初初見2人でやりましたから。よし、腕に当たりそうで怖かった。危ないな、これ。ミラバルだったら落ちてますね。よし、これもらえて。飼い主さん来ないかな、すんごい遅い。もう一回耐える。来ないな、ダメでしたね。慌てたんですけど、爆発して。よし、あー、しび、おおあんなあっさりでしたね。印玉をつけてとか思ったんですけど、我どこ、我これか。というわけでね、ちょっとグダグダしておりましたが、まあ、ブラキさん勝てました。これかっこいいですよね、この棒が。
これパワーバレルつけるところに顎がつくんです。尻尾切れなかった、後から刺激してもダメかな。これね、このね、頭ね、カイザー X ね、なんか、ブランゴみたいになるんですよね、頭が、金玉みたいな。やめていただきたいよね、これ。はい。レア素材出るかな、あれ出たら、なんかいろいろ強化できるんですけど。出るかな、ハガントーホムラにね、僕の大好きホムラさん、アイザンも強化したかったんだけどな。弾頭角出ただけいいかな。はい、あれでも金冠はつかないんですよね。どう見ても金冠なんですけど、金冠にはならないんですね。はい、というわけでなんか毛がなかったけど、というわけで、臨海ブラキさんでした。ご視聴ありがとうございました。